アローの服を脱がさなきゃならねえんだか。おんな！おい、ラク！誰かが、が！飲みますか。危ない。今踊ろう。今夜は二人だけのキャンプファイヤーだよ。知らないのか。四つ葉から聞いたんだが、キャンプファイヤーで踊った二人は生涯結ばれるって。いつか。セーフ。お前さ、意外とドジだな。離して。お前暴れんな。だから鍵がないと。鍵？鍵ならここにありますよ。二人してこんなところで何をしてたんですか。小泉さんって彼氏でもいるのかな。あんなに可愛くて男がいないはずがない。遅くなってごめんね。いえ。本当に男来た！おい、痛いな。待たせちゃったね。ごめん。じゃあそろそろ。そうだな。え、今の人たちと約束してたんじゃないの。何言ってるんですか。やだ、誰か助けて。いただきまーす。アンダーテメ、すまん、邪魔したわ。助けなさい。健全な演奏は健全な環境から。まずはそんな。光線の服、濡れた髪。やれやれ、なんで俺が野郎の服を脱がさなきゃならねえんだか。おんな。おい、ラク。誰かが、が、誰。あれ、なんか声がしたと思ったのに。やっぱり女なのか。やはり勘違いしてたのか。動揺するな、冷静になれ。俺死ね俺。何やってんだよこのクータムシが。桜庭先輩、先輩じゃなきゃダメなんです。里美くん、どうか俺と一緒に。あのお願いします。これに出てください。え、マラソンですか。それなら直接確かめてみましょう。わかった、もうすぐおっぱいの時間だね。おっぱい。にゃあ。タルトラ、教えといた本全部残って。違うんだ、花爪。これは変態成敗オーダー。何やってんの。返事なしか。
リトのやつ、ララさんに呼ばれて上がったっきり戻って。リト。え？こうか。違うよ、リト。ごめん。そんな感じで優しく。こうか。リト！昼間から何してんのよ！あ、ミコンだ。やっぱどうしても取れねえ。少し太った。大丈夫だ。子がむしろ痩せている。少し太ってそのぺったんこな胸に肉をつけた方がいいくらいだ。用事ってこれかよ。男の趣味悪。いや、違います。これは誤解です。誤解を解かなくちゃ、不女子だなんて言いがかりつけられたら、もうこの村で生きていけない。なにこれ、男どうしてこんな。いやあれは他の本とは別にしてるし、貸し出すなんてヘマはしない。助かった。まさか足を滑らすとは。分かったから早く体勢を立て直せ。あれ、私こんなところで何をしてるんだろう。原稿をやらなきゃ。そんなに食べたり飲んだりしてると太っちまうぞ。太らないもん。そんなに信じられないんだったら私のお腹を測ってみればいいじゃない。メジャーなんか持ち歩いてるわけねえだろ。そんなのいらないもん。あ？もしかしておめでたですの？もうお腹を蹴ってるのが分かったりして。こんな、くたばれエロ野郎。どうしたの？メーカー、あれが来ないんだって。月に一度来るやつが。月刊逆立ち入門、確か定期購読してるんだったよね。せや、そいつが来おへんねん。それがな、できてもうてん。嘘。すごいすごい、おめでとう。お気に。悪、吐きそうや。もしかして。何してるの？しー、いい加減にしてよ。どうせまたこれつけるの忘れたんでしょ。つけないではめたりするからそうなるんだよ。ゴムつけないで。は、はい。あ、もうこうしちゃいられないわ。行くわよ、糸。ラブラさんが死んだ。あ、どうした？気絶してるのか？危なかった。こら離れよ。おい。そんなこんなところで姉さんと天下君が。嘘だ。危なかった。本当助かったぜ。でもどうして女湯なんかで。いや、覗きなんてしてねえからな俺。本当、いや、マジで。え、なんだ。最高だぜ、桃子のビンタ。モロ。意外ですね、この程度も避けられないとは。時に優しく、そして時にハードに。これが揺れる女心。言われて黙っているんですの。私はあなたが、あなたのことが。もしかして僕のことを。もしかして僕のことを。この思いはどうしても抑えきれないのですわ。あら、さすがにいい筋肉ですこと。そうですか。え、うん、これはま、ずいぶん、いや、これは変態です。
何事です？主任、変質者が出たみたいです。驚きましたわ。降り注ぐ星の光の中、見上げる空にあと少しでは伸ばせ。